ブリスク、お前の事情など知ったことではない。契約を履行してアークを届けさえすれば、IMC は報酬を送金する。金を払えば文句はない。大事な荷物は届けてやる。おい、タイタン、機体を開いて早く物をよこせ。音声指示、認識できません。私が引き抜いてやる。リスクは犯せない。アークは不安定だ。おい、英雄さん、そいつは俺のもんだ。返してもらう。さあ、タイタンに見え開けとな。開くって心をか。まだ英雄になる気か。この契約には大金が絡んでるんだ。タイタンに言ってやれ。開かないならお前の頭を。パイロットに危機。視覚システム機能低下。パイロットを視認できません。やつを立たせろ。こいつが見える。ここだ、ここ。どうだ、おい、見えるだろ。重大な損傷で機能障害が発生しています。お前が壊れてようが知ったことか。お前の奥底では絶対に何かが機能してるんだろう。さあ開け。出ないとパイロットの頭を撃ち抜く。まだ数くらいは分かるだろう。3つ数えてやる。1。どうだ、従えば楽なもんだろう。仲間ってのは厄介だ。一緒に勝てないなら一緒に死ぬわけだ。やめろ。やめろ。おねんねしな。おい、アークを持ち出せ。もう時間がないぞ。ご体満足のようだな、BT。
いいえ、25,000 パーツ満足です。 BT7274 オンライン戦闘態勢です。そろそろ任務を遂行しましょう。ブレイク司令官、チェックスポーの現地です。遅かったですか？ちょうどよ、現地。マルタの燃料弾薬は十分取ってきました。安心して、援護するわ。ターゲティングシステムを起動、攻撃されているぞ。損傷を検知。その後来たことで崩壊させてやる。ミリシア、やばいぞ。を上げた。まだ英雄になる気が？ご自由に。期待もやる。期待なんてどうでもいい。ただで引き受けてやる。お前が何に見えてるか分かるか？楽に稼げる大金だ。アークインジェクター充填完了。ステージ1を拘束か。コアから逃げ切れねえぞ。すまなかあい。思ってたらずっと楽しませてくれるな。奴を撃て。ゴールドウェポンの準備手順、ステージ3を完了。座標をロック。フリーポート整形。目標惑星ハーフ。ステージ3完了。空間フォールド発射軌道計算中。もっと来い。そんな程度か。蚊に刺されたみたいな。こんなごっこ遊びじゃなくて、もっと真剣な戦いが好きなんだよ。もう終わりだ。ずいぶんしぶといやつじゃん。こいつらが相手ならどうか。ウェポンが間もなくステージ4。リングの推進力は 97%。 おい、かかってこい。シロ、ケント、クソ野郎。おい、簡単に逃げられると思ったか。感動エネルギーが資料に達することが予期されます。動員、直ちに退出してください。タイタンを含む電子機器の動作に深刻な障害が発生します。レーザーとはね、もうすぐ終わり。いいのこと。パイロットの敵と倒さず構わない。リアクターが不安定です。バッテリーの交換。敵対弾を。スーパー、発射する前にアークを持ち出して。早く。コールドウェポンの準備手順が完了。アークを投入します。
ターの衝撃で機関システムがオーバーロードしました。視覚システムの修復中を試行中。視覚システムを修復で選択肢は一つ。私の分析で敵のタイタンを撃退しました。敵の撃退運がいいな、英雄さんよ。お前は殺さない。ただ働きはしない。だが、お前に殺されるのはごめん。ほら、これをやるよ。ブリスク、あのヴァンガード級タイタンはまだ健在だ。知ったことか、まだ。契約に入れとくべきだったな。他に依頼主が見つかったんだ。何をしてる？一体何のつもりだ？選択肢はただ一つ。私の分析では選択肢はただ一つ。選択肢はただ一つ。私の分析では選択肢はただ一つ。クーパー、力を貸してください。自動ナビゲーションシステムが停止しました。インジェクター機に導いてください。一人ではできません。ルティ・クーパー、こっちの地上部隊は間に合わない。ゴールドウェポンを内側から何とか破壊してちょうだい。それしか手はない。ブリックス司令官、解決策があります。私の露出したリアクターコアを使えばゴールドウェポンの中心のアークを不安定化できます。何て言ったの？爆破できます。ドロップシップで合流するための座標を送ります。座標を受信。ここに向かうけど何をするつもり？信じてください。そうだし、こちらも向かってる。二人とも検討を挑み、以上。心配するな、BT。どこへも行かない。了解です。プロトコス、パイロットの本。BT、何をしてる？信じて。BT！クーパーパイロット、大勢の人の命を救った。 BT もバカ、ハーモニーに向かって帰りましょう。任せろ。第9ミリシア艦隊、こちらハーモニー司令部、よく戻ってきた。タイフォンの破壊によって惑星ハーモニーは救われた。この星はミリシア軍にとっては本部だが、民衆には故郷と呼ばれてる。司令官によると俺は特攻兵団に編入され、新しいタイタンを割り当てられる。まず俺の頭に残ったニューラルリンクを消してから。
どんな気分だろう。新しいタイタンを割り当てられるぞ。前の気に入ってたんだな。タイフォンではみんな本当によくやってくれた。ゴジラパイロットジャック・クーパー、以上だ。